ていただいたのが、今人生で一番動いているということを言わせていただいたんですけど、今回も無事それを更新しまして、今人生で一番舞台上で動いています。本当にこう原作の持っている力をそのまま舞台上で体現できているのかなと思います。やっぱりこの影山飛雄という役と向き合っていく、すごい長い期間向き合ってきたので、これから一公演一公演カラスノとして戦える時間を大切に、していきたいと思います。ねこま高校はつなぐというのがテーマなので、それを掲げてこれからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。僕個人としては九郎哲郎という男はあの猫間高校でキャプテンなので、個人としてはそのキャプテン誌を出しつつ、脳である研磨にボールをつないでカラスノに勝ちたいと思います。おそらく原作を知ってる方からしてみると、今回の僕のやっている青目はかなり驚かれるんじゃないかなと思っております。その驚きを面白がってもらえるように、なんとか熱量を持って、届けられるように、頑張っていきたいと思います。猫間との戦いを経てこうレベルアップしてくるカラスノに対して立ちはだかれる最大の敵役として、立ちはだかっていきたいと思っております。全員で、舞台を作るという演劇らしい舞台だなと最初思いました。ベンチコートを着ながら汗だくになりながらも、全員でこの配給演劇を作っておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。タイトルの裏に隠されたもう一つの一面、スポーツは勝ち負けですので、カラスノが復活するということはどのような人たちが存在するのかという面にも注目してくれてもらえたら嬉しいなと思います。僕というよりは、正常岩ちゃんの2人 の共演で、僕たちが出ることによってカラスノにいいプレッシャーを与えられるように頑張っていきたいなと思っていますし、そして出てない時のところではアンサンブルとして頑張ってますので、このカンパニーを次から支えたいと思ってます。早いですよね、もうコンビのこう呼吸が。やっぱりお芝居の、このお芝居にとっては特になんですけど、息が大事で、さっきのアンサンブルって話もありましたし、登場人物同士のこうもちろん掛け合いもあるし、そういうところはこの2人は誰よりもやっぱり早いし、で先ほど言ってみたい、それがただの会話じゃなくて動きながらの会話とか汗をかきながらとか、アクロバットしながらとか、そういう中で2人が合わせていくっていうのは、もうちょっとしたサーカス団の2人がどっか入れても木下サーカスに入れてもいいんじゃないかな。なんか仲いい悪いとかっていうことをまずね考えたことないですけど、本当ずっといるよね一瞬で、なんか何も話さないでも通じ合えるなという、なんかそれがいいのかなと思います。公演数が多いということはそれだけ楽しみにしてくださってる方がいるということなので、本当に僕たちとしては嬉しいですし、一回一回全力で挑まなきゃいけないなと思って気が引き締まりますし、あとはその地方というか普段のこう演劇を見に来る機会というのが少ない方にも、こう僕らが行って見ていただける機会もあるのかなと思って、そこはすごく、嬉しいですね。舞台の面白さって実際にライブを体感しないとわからないし、逆に体験していただければ面白さ伝わると思うので、ぜひ日本全国回りたいぐらいですので、皆さん来てください。それは俺らの体がもうでもやっぱり日向として舞台上に立っているときはそんなこと言ってられないなというか気持ちになるので、もう心があるから体が動くみたいな感じで頑張れているなとは思います。いややっぱり身長はちっちゃいですけども、背中はすごいでかいなというものは感じますね。最初の文章はカットやっぱり健太とやっぱりやってきて、ちょっとなんだろうな、苦手なところは話せたりとかいう関係性も作れてきてるので、カラスノは特に健太を信頼してると思います。で今回入ってきたメンバーも健太を信頼してると思うので、バッチリだと思います。座長として本当にすごいと思います。いいんだよ、そこで研磨感とか出せる。そうちゃんと。いやでも本当に頼りになるキャプテンですね。勝利ね、ずっとこうアドバイスいくつもいただいて、そのおかげで今この自分の池尻を演じることができていると言っても過言ではないくらい、こう人
他の人のキャラのことでも一生懸命考えてくれる菅さんでした。座長でした。はい、くぅー。あげちゃんあげる。ありがとうございます。ハイパープロジェクション演劇、ハイキュー、カラスの復活、そうですね。まあ、36公演という長い期間ありますが、僕たち全力で一公演一公演、しっかりとした演劇を届けられるように頑張っていきたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。お願いします。